皆さんこんにちは。天才怪物と呼ばれ、中学生で J リーグデビューをした森本孝之選手。そんな森本孝之選手は過去にパラグアイで飲酒&ひき逃げ事故を起こしています。今回はそんな森本孝之選手の事故&逮捕と経歴、消えた天才と呼ばれる理由や全盛期、結婚した嫁や子供の情報、現在についてご紹介します。まずは簡単なプロフィールから。名前、森本孝之。生年月日、1988年5月7日。出身、神奈川県川崎市宮前区。身長180センチメートル、体重77キログラム。所属、スポルティボルケーニョパラグアイ。活動、プロサッカー選手。ポジション、フォワード。森本選手はプロサッカー選手です。中学卒業前から J リーグデビューを果たし、当時の J リーグ史上最年少の15歳10ヶ月6日で公式戦出場を果たしています。中学時代から注目を集めていた選手ですので、怪物や天才と呼ばれるようになり、将来を期待されていました。高校を卒業後はイタリアのセリエ A で活躍し、2010年の南アフリカのワールドカップメンバーに選ばれましたが、本戦への出場機会はありませんでした。そんな天才怪物と呼ばれていた森本選手は、2021年3月16日にパラグアイ国内で飲酒ひき逃げ事故を起こして逮捕されました。報道によると、パラグアイの一部リーグ、スポルティボルケーニョに所属している森本選手は、3月16日にパラグアイの首都のアスンシオンで車を運転中にバイクと接触事故を起こして、バイクは大破し、バイクの運転手は路上に倒れたようです。しかし森本選手はバイクの運転手を救護することなく、その場から立ち去りました。その後、警察の取り調べを受け、呼気からアルコールが 0.41mg 検出されて、飲酒運転とひき逃げで逮捕されています。幸いに運転手の命に別状はなく、森本選手はすでに保釈されています。また森本選手側から被害者に対してバイクの修理費や治療費の支払いを申し出て、これが受け入れられたため、すでに示談が成立しているようです。森本選手が事故を起こしてその場から逃亡した理由は、現地報道では次のように報じられています。恐怖を感じて現場から離れた、警察の場所もわからなかったようだと報じられました。森本選手は所属クラブから一定期間の出場停止が言い渡されるかもしれませんが、それ以上の処分はないようです。お国柄かもしれません。日本だったら、プロサッカー選手が飲酒ひき逃げをしたら一発アウトで現役引退に追い込まれる可能性が高いですよね。パラグアイだったからセーフとも言えますが、森本選手は2023年で35歳ですから、社会人として責任ある行動をとってもらいたいものです。天才怪物の森本選手の経歴を見ていきましょう。この経歴を見れば、天才怪物と呼ばれるゆえんがわかるはずです。森本選手は神奈川県川崎市で生まれました。小学校からサッカーを始めます。森本選手は部活をやっていたわけではなく、小学校からユースチームに所属していましたので、経歴は学歴とクラブチームで分けて見ていきましょう。まずは学歴からです。小学校、川崎市立向ヶ丘小学校。中学校、川崎下平中学校。高校、東海大学附属防政高校。次にクラブチームの経歴を見ていきましょう。ヴェルディジュニア、小学校時代ヴェルディジュニアユース、中学校時代ヴェルディユース、高校時代ヴェルディジュニアユースに所属していた2004年、トップチームの監督からトップチームへの帯同を許可されます。そして中学卒業直前の3月13日に J リーグ公式戦のジュビロ磐田戦に後半6分から出場し、 J リーグ史上最年少の15歳10ヶ月6日で公式戦出場を果たしています。初ゴールは5月5日で、15歳11ヶ月28日という当時の J1 最年少得点の記録保持者となりました。同年は J リーグ最優秀新人賞を獲得しています。この経歴を見れば、誰でも森本選手の将来を期待せずにはいられませんし、怪物天才と呼ばれるのも頷けますね。高校を卒業した森本選手は2006年7月にイタリアのセリエ A のカターニアへ1年間のレンタル移籍が決まります。2007年1月には公式戦初出場、初ゴールを決めますが、3月には左膝前十字靭帯断裂の大怪我を負ってしまいます。その後はカターニアへの完全移籍が決まり、2008年シーズンには27試合に出場し8ゴールを挙げるなどの活躍をします。しかし2010年のワールドカップ後は、
カターニアで出場機会に恵まれず、2011年7月にはセリエ A のノバーラカルチョへ移籍します。しかし思うような結果が残せず、怪我もあり、カターニアに戻りますが、やはり出場機会はなく、 UAE リーグアルナスル SC へ移籍します。これは中東のクラブチームに移籍した初の日本人となりました。2013年8月に日本への復帰が決まります。2013から2015年ジェフユナイテッド市原千葉、2016から2017年川崎フロンターレ、2018から2020年アビスパ福岡。アビスパ福岡では年間に20試合以上出場して活躍していましたが、海外移籍を視野に入れたことで双方合意の上で契約解除となっています。30歳にしてまだ貪欲に違う環境で挑戦したい、サッカーを楽しみたいというのは素直に尊敬できますし、本当にサッカーが好きなんだなということが伝わってきますね。海外移籍を視野に入れていた森本選手が移籍先に選んだのはギリシャ3部リーグ所属の AEP コザニというチームでした。森本選手の経歴からすればあまりにも格下感があるクラブチームです。クラブチーム AEP コザニからも信じられない契約、日本のゴールマシンを歓迎しますと大歓迎を受けました。しかし2020年に全世界を新型コロナウイルスが襲います。森本選手が所属するギリシャ3部リーグは2021年1月に早々とリーグは開催されないことがアナウンスされたため、森本選手は AEP コザニを退団しパラグアイへの移籍を決めました。2021年2月2日パラグアイ1部リーグ所属のスポルティボルケーニョに加入し、同クラブを2021年6月に去ると、2022年5月27日に台湾社会人高級サッカーリーグの台中フトゥーロに加入。登録期間を過ぎた後での加入のため第3クールの6試合のみに出場、チームは2位となり、2023年の AFC カップのプレーオフ出場権を手に入れました。そしてこの年に自身初となる指導者として U18 台中フトゥーロの監督を務めました。そんな森本選手は中学生の時に J リーグデビューした時は天才怪物と呼ばれていて、将来は日本代表のエース間違いなしと言われていました。しかし最初の期待値から考えると森本選手は伸び悩みます。そしていつの日か消えた天才と呼ばれるようになってしまったんです。森本選手だって日本代表に選ばれていますし、長くイタリアのセリエ A で活躍したトップのプロサッカー選手です。それなのになぜ消えた天才と呼ばれるようになってしまったのでしょうか。その理由は2つあります。最初の期待値が高すぎた、怪我に泣かされた。いつ伸びるかというのは選手によって違います。早熟タイプか晩成タイプかは人それぞれですよね。森本選手は早熟タイプの天才でした。それなのに中学生で J リーグデビューするなんてまだまだこれから伸びるはずだと思われてしまい、伸び悩んだように思われて消えた天才と呼ばれてしまったのでしょう。また森本選手の経歴、サッカー人生を語る上で怪我は外せません。森本貴之選手は怪我に泣かされてきました。セリエ A でカターニアに移籍して、さあこれからという時に左膝前十字靭帯断裂の大怪我をしましたし、日本代表に初招集された時も怪我で辞退しています。この他にもたびたび怪我をして出場機会を逃しています。森本選手は怪我でチャンスを逃してきたサッカー選手と言っても良いでしょう。最初の期待値が大きく、さらに怪我に泣かされてきたため、森本選手は消えた天才と呼ばれるようになってしまったのです。消えた天才&怪物である森本選手の全盛期はいつでしょうか。これは意見が分かれるところかもしれませんが、次の4パターンが考えられます。 1.2004年東京ベルディ24試合出場4得点 2.2008 から2009年カターニア24試合出場9得点 3.2009 から2010年カターニア31試合出場6得点 4.2014年ジェフユナイテッド市原千葉36試合12得点。全盛期といえるのは2.2008から2009年シーズンです。セリエ A で24試合に出て9得点というのは素晴らしい成績ですよね。当時まだ20歳でしたから、やっぱり天才森本貴之と思った人も多いと思います。ある意味2004年が全盛期という意見の人も多いと思います。2004年は森本選手のプロデビューシーズンです。中学生の時に J リーグデビューをして
高校1年生で J リーグ最優秀新人賞を獲得したシーズンは、ファンの目から見るとワクワク&ロマンの塊以外の何者でもありません。だから森本選手の全盛期は2004年という意見もあるんです。森本選手は全盛期の頃は和製ロナウドと呼ばれることもありました。森本選手以外にも和製ロナウドと呼ばれた選手はいましたが、やっぱり和製ロナウドといえば森本選手です。ブラジルを代表するサッカー選手であるロナウドは、圧倒的なスピード、加速力、正面から突破できるドリブルが持ち味です。森本選手はそのロナウドを思わせるような日本人離れしたスピード、加速力を持つフォワードだったんです。特に全盛期の頃はそれが顕著にプレーに現れていました。そんな森本選手は2012年9月3日に結婚しています。森本選手が24歳の時です。森本貴之選手と結婚したのはなんとサッカー選手です。相手はなでしこリーグ、日テレの下部組織に所属していた25歳の元選手で、森本選手が東京にいた当時に知り合ったそうです。結婚にあたって森本選手は次のようにコメントしています。私、森本貴之は昨年9月3日にかねてより交際のありました一般人の女性と入籍し、2013年6月24日に結婚式を行うことができましたので、ここに報告させていただきます。これからは夫婦で力を合わせて精進するつもりです。今後とも温かく見守っていただければと思います。森本選手ほど有名なプロサッカー選手がモデルや芸能人ではなく、なでしこリーグの女子サッカー選手だなんて、なんか好感度アップですよね。森本選手が結婚したのは、本人のコメントにあるように一般女性です。結婚時点ではすでに現役を引退していたので、一般女性になるようです。一般女性なのでお相手の詳細は明らかにされていません。ただほぼ 100% の確率で森本選手の嫁は宇津木恵で間違いありません。なぜなら2012年当時25歳で日テレの下部組織に所属し、トップチームには上がったことがない選手は宇津木恵さんしかいないからです。しかも宇津木恵さんは2013年に、相手は明かしていませんが、結婚式を挙げています。森本選手も2013年に結婚式をしたことを報告しています。これらの状況証拠を集めると、森本選手の嫁は宇津木恵でほぼ間違いないでしょう。それにしても宇津木恵さんは本当に綺麗ですよね。下手なモデルや芸能人よりも綺麗です。しかもサッカー選手として活躍していたから、森本選手のサッカー漬けの生活にも理解があるはずです。となると森本選手にとって宇津木恵さんは最高の嫁と言えるのではないでしょうか。森本選手には現在子供が3人いるようです。スポーツ新聞のインタビューで以下のように答えています。妻と3人の子供がいて、 J リーグでやっていた選手なら選ばない選択かもしれない。もちろん J リーグでトップを目指すのもいい。でも僕は残りの現役生活を考えると、この地球のいろんな国でボールを蹴って異なる文化に触れたい、今は楽しみな気持ちがめちゃくちゃ強いです。そんな森本選手は現在イタリアセリエ D の SSD アクラガス2018が森本選手の加入を発表し、10年ぶりのイタリア帰還が期待されています。今後も森本選手のご活躍に注目していきましょう。いかがだったでしょうか。今回は森本貴之選手の自己&逮捕と経歴、消えた天才と呼ばれる理由や全盛期、結婚した嫁や子供の情報、現在についてご紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。